ガンバ大阪対北海道コンサドーレ札幌、この対戦の模様をお届けしてまいります。解説は七海さん、そして北澤さん、実況はジョン・カビラ、お届けしてまいります。さあ2人、今日はよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。天候ですが、ご覧の通りの快晴です。さあ七海さん、素晴らしいお天気です。そうですね、非常に気持ちがいいですよね。湿度だけがちょっと高いんですよね。会場の熱気も手伝って数字以上に蒸してる感じがしますよね。好ゲームを期待しましょう。キックオフ、ガンバ大阪対北海道コンサドーレ札幌、 J リーグディビジョン1、注目の一戦です。フォーマッチを期待しましょう。試合の入り方どうでしょうか。藤原、おー、こぼれてますね。取られます。さあ右サイド、早坂、スライディング、早くもカードをもらってしまいます。さあ今のファールリプレイです。さあこのロングボール、さあボレー、結局このロングシュート精度を欠きました。少し距離はありましたけどね、シュートコースがあったので思い切り狙いましたね。素早いパスで攻め上がっていきます。宮澤、早坂、この攻撃は続きませんでした。左側を上がる、サイドのスペースを使います。これはファール。まあ守る側からすれば危ないシチュエーションでしたからね。イエローカードです。リプレイ見てみましょう。危険なプレー。さあ誰に合わせてくるか。どうだ、ここは一旦コーナーに逃れます。高さありますからね、そこ狙ってくるでしょうね。ボレーシュート、ゴール、素晴らしいゴールですね。先制、ダイレクトボレーシュートを狙っていたんでしょうか。素晴らしい攻撃でした。コースを狙って抑えの効いた見事なダイレクトボレーでしたね。得点につなげてきました。この1点をね、やっぱりうまく有効活用していきたいですよね。まあ、これを利用してやっぱ追加点を取っていく、まあ、そういった形になる1点になればいいなと思いますけどね。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。ガンバとしてはリズムが出てきますよね。パスでつないで攻め込んでいきます。仕掛けてほしいですね。あの落ちて弾く、
これはラインを割っています。中原パスがつながっていく。中央行けるか。宮澤、石川、これはラインを割りました。宮澤、さあ左サイドへ、いいボールだ。どうだ、ヘッド、クロスに合わせるというシュートシーンでした。処理しました。石川、前を向くことができるか。狙いすまして、積極果敢に打っていきます。こういう武器もあるぞという意味では非常に効果的な一本になると思いますね。藤原、スライディング、細かいパス回し、倉田、遠藤、渡ります。どうだ、これは直接キーパーへ。石川、ボールを奪います。さあスペースを狙う。おお、いいボールだ。さあパスを受けて、組み立てながら攻め上がっていく。強度、さあどうしますかね。いいですね、リズムが。切り込むか。決めないですね。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。さあ36分、中原、フラッグは上がっていません。ボールはクリア、チャレンジはしません。後ろに流す。右が上がっていく。どうだ、直接行ってしまいました。パスでつないで攻め込んでいきます。中原、ボールを追う。ファールを取りません。パスは通りません。さあカウンターを仕掛けます。取られてしまいます。石川、ボールを下げてリズムを作るか。ここで前半の45分が終了しました。ガンバ先制してそのままリードで折り返しました。やはり1点でもリードして後半を迎える方が気持ちの上では楽になりますよね。ありがとうございます。さあ何が起きてもおかしくないフットボールの世界。ガンバまずは1点先制して後半へと向かいます。
さあ後半スタートです。どれだけ早い時間帯に追いつけるかが大事になってきますよね。さらに前線へと行きたいところ、しかしこれは笛です。上げる、絶好の位置です。この後ですね、打った、ガンバボールになります。中原、宇治原、サイドのスペースを使います。受けます、このボール、ダイビングヘッドでした。足ではなく頭っていう選択でしたね。積極的に2点目狙ってきてますよね。ボールがこぼれている。もう一度か、ボールはゴール、これは防ぎきれなかった。いやちょっとポジショニングが悪かったですかね。まあこれ結果的に同点になったわけですから、こちらとしてはラッキーですよね。オンゴールという形ですが1点を得ています。オンゴールという形で振り出しになりましたね。メンタル面も含めてここから試合の流れ展開は注目ですよね。つながりません。強度、ここから展開できるか、最後のところを打ち崩せません。これは誰を狙うのか、上げる、右サイド駆け上がってボールを持っている、中にいますよ。早いタイミングで上げてくる、このボールはクリアです。いや早めにクロスを入れてきましたけどもね、ちょっと合わなかったですよね。今みたいなアリー気味のクロスなんかはね、効果的ですからね、どんどん狙ってほしいですよね。さらに1歩、石川、さあサイドのスペースへ、つながります、中央へ、ここはクリアします。インターセプト、面白いボールだ、スライディング、イエローカードです。プレーが荒くなってきました。今のファール、もう一度ご覧ください。ちょっと今の行き方は危険ですね。ボールを上げる、クリアします。スペースを狙います。先へは進めない、切り込めるか、展開できるか、左サイド上がっていく、
上げられるか。小野中央駆け上がっていく。こぼれてますよ。井出口遠藤、厳しいディフェンス。遠藤どうだ、シュート、ポストに当たる。絶好の得点機、ものにできません。両チームともなかなかこうゴールをこじ開けるのは難しい状況ですよね。こういった緊迫した状況は非常に見応えありますよね。遠藤上がっていきます。稲本どう仕掛けてくるか。ここ勝負どころですね。キープできるか。ダイレクト。ゲーム終盤ですけどまだ分からないですよね。何か起こるかもしれませんね。サイドへスルーパス。このパスには追いつけませんでした。チャンスでしたけどもね、残り時間ありませんから決めたかったところでしょうね。カット、さあ裏のスペースを狙います。仕掛けたいですね。どうだ、シュート。コンサドーレ巻き返します。スルーパスからのゴールが生まれました。いやラインギリギリでしたね。そうですね、オフサイドかなと思ったんですけどもね、今みたいなディフェンスラインでの駆け引きは非常に見応えありますよね。待望の1点をもぎ取っています。まあ、攻めるという気持ちを、ね、ずっと持っていたということがこの逆転につながったと思うんですよね。ただ気をつけなきゃいけないのは、まあ、力をかなり使い切っているのでまたやられるケースが増えてきてしまうのでそこはやっぱ気をつけるなというところですね。どう出ますかね、このセットプレー。さあボールは駆け上がっていきます。ここから組み立てていきます。ボールは渡る。手元の時計3分を切っている状況。早めにボールを入れてきます。ヘッド、素晴らしいシュートなんですがキーパーの土正面。こういったシュートはキーパーもファンブルしやすいですからね、点になる可能性が高いですよね。旗は上がっていませんと、こぼれている。宮澤、いきますね。サードズスペースを狙ってきます。主審時計を見ながら長いホイッスル。コンサドーレ勝ちました。見事な逆転勝利。なんということでしょう。